The Exorcist。 女優クリスの12歳の娘リーガンはある時から何かに疲れたかのように振る舞うようになります。最新の医療をもってしても原因は判明しません。やがて醜い顔に変貌したリーガンは緑色の汚物を吐き、神を冒涜するような卑猥な言葉を発するようになります。娘が悪魔に取り憑かれたと悟った母クリスはカラス神父に悪魔払いを依頼するのですが、公開当時は大ヒットを記録、空前のオカルトブームを巻き起こし、イギリスタイムアウト誌が選出したホラー映画ベスト50では堂々の1位。映画ファンならわざわざ検索しなくても目にすることが多いであろうホラー映画の古典ですが、悪魔に疲れた少女リーガンの悪名高いメイクアップ、緑色の嘔吐物を吐き首が180度反転してしまい、 Let Jesus fuck you などと神への冒涜とも取れる卑猥な言葉で十字架を局部に突き立て G 行為をしてしまうという衝撃的なシーンが続き、マレーシア、シンガポール、そしてイギリスの一部では怖すぎるという理由で上映が中止となりました。また上映された映画館では入場者に嘔吐用の袋が配られ、失神者や病院に搬送される観客も出る事態となりました。悪魔に疲れた少女を演じたリンダ・ブレアは殺害予告され、映画関係者が9人も亡くなり、撮影現場では謎の火災が起こり、本当に悪魔払いをしたなど何かと物議を醸した作品となりました。 Mother。 郊外にある一軒家に住む夫婦が穏やかな暮らしを送っていた夜、家に不審な訪問者が訪れます。翌日も別の訪問者が次々と訪れます。妻が不安と恐怖を募らせる中、夫はそんな怪しげな訪問者を心よく招き入れてしまいます。しかし訪問者たちの行動は次第にエスカレートし、常軌を逸した事件が起こるのでした。オスカー女優ジェニファー・ローレンスがブラックスワンのダーレン・アロノフスキーと組み、ハビエル・バルデム、ミシェル・ファイファー、エド・ハリスといった豪華俳優陣で挑みますが、アメリカで公開後、映画館出口調査シネマスコアで過去に11作品だけしか受けたことがない最低の F 評価という烙印を押されてしまいます。女性蔑視の映画だ。今年最低どころか今世紀最低の映画。このような悪評が影響したのか、突如日本での公開が中止になってしまいます。後に動画配信 DVD リリースされたのがせめてもの救いですが、海外で公開された後、日本で上映禁止になるケースはあまり聞いたことがありません。夫婦の家に訪れた不審な訪問者を夫が招き入れ続け、妻が困惑し続けるというルイス・ブニュエルにも似た不条理劇に見えますが、妻が母なる大地で、夫が神という聖書をベースにした偶話であるようです。そうだと知った上で見ても、一体何を見せられているんだ。もう、分かったから、この世界から解放して。と言わんばかりの世界。終盤になると検索してはいけない言葉ウィキに載る元凶にもなった。赤子をするというかなりショッキングなシーンを見せつけられ、とにかく不快で不快で不快極まりない映画です。少女椿。貧しい家に生まれ病弱な母と暮らす発光の少女緑は夜ごと花を売って生活していました。ある夜、売れない花を抱えた緑のもとに山高帽をかぶった親切なおじさんが現れ、花をたくさん買ってくれます。困った時はいつでも私を訪ねておいで。そして帰路につき家に戻った緑が目にしたのは、すでに生き絶えた母親の姿だったのでした。孤児となった緑は山高帽をかぶった親切なおじさんを訪ねます。しかしそこに待ち受けていたのは見せ物小屋の狂気の世界だったのでした。怪奇、感動、鬼畜、エログロ、ここで具体的描写を話してしまうと間違いなくチャンネルバンされてしまうであろう、この世のタブーを全て集約したかのような悪魔的世界観。まさに少女椿は文字通り検索してはいけない言葉です。序盤の母親の亡くなり方からしてエグすぎます。
その内容の過激さから、スペインでの映画祭で上映後、成田空港の税関でマスターフィルムが没収後、破棄され、日本国内への輸入、国内での上映が禁止となってしまいます。現在まで、DVD 化もされていません。フランスで DVD 化が決まった時、マスターテープをフランスに送る際、成田税関が要注意貨物、要チェックという書類を添付し、フランスに到着すると、マスターテープを歪説物として没収されてしまいます。当局から完全に目の敵にされてしまった、呪われた作品となったのでした。サロー le 120 giornate di Sodoma。イタリアが連合国に降伏後、ファシスト残党の大統領大司教最高判事公爵たちは北部の町サロに集まり、自分たちの快楽のために条例を制定します。そして美少年美少女が借り集められ、さらにその中から彼らの厳選した男女各9人が秘密の館に連れ去られるのでした。マルキドサドのソドム120日、あるいは陰頭学校を原作にした、検索してはいけない言葉ウィキで危険度最高レベル5の悪名高き作品。性器の露出、盗作的行為、拷問などあまりに過激な内容であったため、本国イタリアでは公開直後に上映が禁止されたほか、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、マレーシア、イラン、カナダの一部の地域などで上映禁止となりました。小汚いものの中にこそ人間の本質が見えてくるという作風のピエル・パオロ・パゾリーニですが、だからといってを食べまくることはないでしょう。正直、編集していても気持ち悪いです。これは消費社会、特に食品ロスに対して強い批判を込めているそうで、ある意味、時代を先取りしている映画なのかもしれません。映画自体大きな物議を醸しましたが、撮影後、さらにショッキングな出来事が起こってしまいます。パゾリーニがローマ郊外の海岸で激しく暴行を受けた上に車で引き殺されてしまいます。ソドムの1に出演し、パゾリーニから性的暴行を受けた17歳の少年の単独犯として捜査は打ち切られてしまいましたが、単独犯としては無理があり、彼の作風に批判的なネオファシストによる組織的犯罪ではないかという陰謀論まで噴出してしまいます。過激でスキャンダラスな映画の行く末は監督の死という結末で締めくくられるのでした。最後までご視聴ありがとうございました。